なぜ方が世界に拡散。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。11月24日木曜日。はい、というわけでね、1000人登録ね達成しまして、4000時間も視聴時間のね4000時間もクリアしまして、収益化条件もね、クリア達成できましたので、で早速ね収益化プログラムの方にね、申し込みをしてみました。はい、まあ、こんな感じでね、申し込み手順ということで、パートナープログラム利用、規約を確認する。はい、OK と。で、Google AdSense に申し込むと、これは OK と。で、それを受けて、今ね、審査を、受けている状態で、まあ、審査には1週間ほどかかりますよということなので、1週間ぐらいね、ちょっと待ちぼうけ、ね、家宝は寝て待て状態を、ちょっとね、することになりますということでね。まあ、とりあえず、一通りね、収益化のための、申請は終わりましたよということなので、まあ、あと1週間後ね、楽しみですということなんですけれども、これがね、まかり間違って何かに引っかかって、収益ができなかったらお笑い草なんですけれども、まあ、とりあえずね、目標達成ということで、まあ、とりあえずね収益化できましたよという、収益化ねできる方向に今、移行中ですという感じですね。はい、でここまでね、まあ、とりあえず1000人行きましたけれども、まあ、これにね多分に寄与した、方策としましてですね、なで方ね、動画を、海外向けにねアレンジして海外票をね取り込もうという作戦で、まあ、見事大成功したんですけれども、じゃあどれぐらいね、海外にね拡散したのかというのをねちょっと見てみたいと思いますので、どうぞ。はい、もうね世界つつうらうらね、拡散されております。これね結構初めて見た時衝撃的だったんですけれども、まあ、多分中国は Google 様から弾かれてるんで中国がないんですけど、多分ないと思うんですけど、ロシアもないのかなと思ったらロシアはあるんですよね。でまあ読み上げていきますと、モロッコ700、フィンランド724再生、ウズベキスタン、まあ、あとちょっともう再生数省略しますけど、デンマーク、オーストラリア、スイス、ハンガリー、ニュージーランド、ウクライナ、あ、ウクライナあるな、イスラエル、シンガポール、ベルギー、チェコ、アイルランド、香港、アルジェリア、ギリシャ、バングラディッシュ、アラブ首長国連邦、スウェーデン、アルゼンチン、ルーマニア、エジプト、南アフリカ、パキスタン、マレーシア、スペイン、オランダ、サウジアラビア、フランス、ポーランド、タイ、オーストラリア、イラク、ブラジル、台湾、ベトナム、イタリア、メキシコ、トルコ、フィリピン、ロシア、インドネシア、韓国、ドイツ、カナダ、イギリス、インド、アメリカ、日本ということでね。はい、どうでしょうか。もう世界ね、まんべんなく大陸、全大陸ね、制覇しました。まあ、南極以外制覇しましたということでね。まあ、中国はまあ、多分弾かれてるんで乗らないんでしょうけれども、いやまさかのね、アフリカ大陸届いておりましたね。南アフリカ届いてましたね。はい、ということで、で海外のね、海外向けのなで方動画の再生数が、まあ、大体アベレージが、まあ、5000再生ぐらいなんですよね。でそれの今海外向けの比率が 50% ぐらい、 50% 以上回ってるので、じゃあ 50% 以上ということなので、2500再生ぐらいは、1本出すごとに、海外にね拡散されておりますので、まあ結構なね数だと思います。まあ一番今んとこ、拡散されてる再生数が回ってるので、アメリカで 67,670 再生してますので、まあ誰かの目にはね、67,670再生届いているわけなのでね、これ結構その継続してねこの数字がずっと積み重ねていくと、日本でねTikTok の世界で起きたような現象がこれからね起こっていくんじゃないかなと思ってね、ワクワクしてます。まあ日本でどういうことが起きたかっていうと、まあ、10代から、まあ、20代ぐらいのね、まあ、女性女の子だったら、
TikTok やってる子やったら、だいたい、なで方動画を見たことありますよっていうようなね、現象が起きてます。はい。まあそれと似たような感じで、海外でも、こう繰り返しね、投稿ね、定期的に投稿してると、まあその積み重ねで、まあ年数かける再生数、で、認知がね、どんどん拡散していきますよと。まあ一番回ってないというかね、一番下の国のモロッコで700再生回ってますので、モロッコで、700再生回ってるわーってね、ちょっと衝撃的ですよね。ピラミッドの国ね、エジプトで1685とかね回ってますから、結構ね、これは数字を見るとね、わー、リアルというかね、まあ本当に、びっくりするなというような数字ですよね。はい。まあ、というわけでね、海外でもね、まあ臨床実験じゃないけどね、まあ実験的に、海外向けのね、まあ、撫で方を輸出すると、グローバル撫で方計画を、企画しましてね、やったところ、世界中に撫で方がね、届きましたよというね、まあこの結果が出てますので、まあこれをまたね、突き進めるために、まあ英語力も必要だろうということでね、これアマゾン様でね、お願いしてた英語のねカリキュラムが届きました。まあ中学校のね3年間のまず基礎をね改めて思い出そうと思いましてね、これを購入しました。はい。でパラパラっと見ただけで、ああやったことあるなっていうような内容ばっかだったので、これ一回読んだらだいぶ思い出すと思いますので、一応中学生の時は真面目に勉強、中学2年ぐらいまでは真面目に勉強してたんで、中学2年ぐらいまでだったら、ちゃんと読んだらもう思い出すと思いますので、中学2年、英検4級ですね、英検4級までは、ちゃんとパッと読めば、力をね能力を取り戻せると思いますので、ちょっとねお休みの日とか暇な時があったら読んでみたいと思います。はい。というわけでね、まあ、世界に向けてね、こうやってね拡散してますよというお話でした。はい。でまああとね1週間後に、まあ、収益化できたらまたね、あと新しい戦略等を考えていきたいと思います。まあ、メインは日本向けと、まあ、この普通のね、長いと言ってもね、まあ、この普段飲食店経営に日々ね起こっていることとか、まあ時事ネタとかね、まあ、そういうのを喋ってるこの動画と、日本向けの、ショート動画撫で方動画と海外向けの撫で方動画の3本立てでちょっとやろうかなと思ってますので、まあ、満遍なく再生数取れたらいいなと思います。あとショート動画がねどれぐらい収益に寄与するのかっていうのはちょっとまだ分かんないので、広告がつくかつかないかとかね、まあ、その どれぐらいの収益、もしかしたら収益反映しないかもしれないんで、まあ、それだったらこのね普段のメイン動画だけの、動画の収益になると思うんですけど、まあまあそれはそれでまあいいかなと思うんですけれどもね、もともとショート動画でバズらせた目的は、まあ、1000人登録ね生かすために海外向けのね票も取ると。世界ね80億人になるかならないかとか言ってますけどね、まあその、まあ、中国の票が入ってないからあれですけれども、まあそれでもなんぼかね60億人ぐらいいるのかな、60か、50か60億人ねから、ねちょっとずつね元気玉じゃないですけれどもね、1登録もらった方がまあ国内だけで勝負するよりはいいだろうというようなね、考えてやりましたということでね、まあそれはまあ達成しましたよという話でした。はい。で今日はですね、今日が勤労感謝の日ね、祝日明けの営業だったんですけども、めちゃめちゃ暇でした。まあ、ただねオープニングからいつもね関西からね出張というかお仕事で流通業の方ですよね、の方々が、ねご来店くださって、もうちょっと年内は、こっち来ることないからねと、ということでまあね良いお年をということで、まだちょっと早いですけれどもね、本当にね定期的にねわざわざ下関に立ち寄ってくださって、壇ノ浦パーキングにね車止めてわざわざ降りてきてね、ご来店くださる方々がいらっしゃるんですけれどもね、本当にねありがとうございました。1年間ありがとうございました。コロナでね本当に暇な時でもね、フラッと来られてね、
助けてくださったりとかね、本当にありがたかったですよね。でもう一方ね、広島から山口県の方にね出張で来られてるいつも常連さんがいらっしゃるんですけれども、まあ、2日連ちゃんね、下関にご宿泊で、2日連ちゃんご来店くださいましてね、本当に序盤はね県外からのね、お客様に支えられまして、なんとか坊主回避しましたしたよという感じで、はい、でね暇でしたねで後半ね、もうあかんなと思ってね、もう今日終わったなと思ってたら、お電話いただきまして、地元のね経営者の団体のね皆様がご来店くださいまして、そのうちの一人から、YouTube ね見てきましたよということで、ありがたいなと思いましてね、で早速まあそういうねお話だったんで、今日収益化したんですよみたいなね話をしてて、そしたら話が盛り上がってですね、その YouTube についてねお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりねその400人とかね、そのショート動画でバズらせる前、ショート動画に力を入れる前のね普段のこの喋りだけの登録者数だけで言ったら400人ぐらいだったんですけれども、まあ、その頃の説得力とやっぱり収益化した後の説得力じゃ、やっぱり全然言葉の重みとかが変わってくるんだなっていうのをね、そのお相手のこの反応とかを見ながらしてたら、ああやっぱ結果を出して喋るのと、この机上の空論っていうかね、自分の中だけの、話をするのとじゃ全然変わってくるんだなっていうね、その反応がちょっと面白かったなと思いました。はい、まあだから改めてねやっぱり結果を出さないと何の発信力も出ないし、説得力も出ないなっていうのがね改めて結果からね、思いましたという感じですね。はい、だから数字はやっぱ強いなと思いましたね。まあ、数字が一番パッと見て言語関係なく、もう言語関係なくね、まあ、例えば、外人さんにね、例えばアメリカ行って、こう自己紹介するときに、YouTube やってるんだよとかね、TikTok やってるんだよっていうので、パッと数字をね、何百万再生してるんだよみたいな話を見たら、その動画の内容は置いといて、その数字だけで、ワオ、グレートって多分なると思うんで、それが一番ね、今のこのショート動画とかね、まあ、YouTube とかがこうね、広がってる世界の中では結構ね、なんかリスペクトを得やすいんじゃないかなって思いますね。で見る人もそうだし、やってる人もいると思いますから、やってる人ならよりリスペクトされると思いますし、ああ頑張ったねって言ってもらえると思うんですけれども、その見てる人からしてもやっぱりすごいなってなると思うんで、やっぱ結果を出すっていうのはね、まあ、一番説得力があるしね、言葉にね本当に信憑性というかね、響くなというのが感想でした。はい、そんなわけでね、まあ、今日ちょっとまあ祝日明けということで暇でしたけれども、いや本当にね充実したね一日でしたね。まず収益化、の申請もできまして、やっぱね結構頑張ったんでね、ショート動画ね、この1000人登録いくまで結構いろいろね頑張りましたので、やっぱりね感無量というかね、本当に感極まりましたね。はい、でまあ去年のね12月7日か8日からスタートしてね、まあ、TikTok、まあ、ショート動画の世界に足を踏み入れてからもうすぐね1年丸1年経つんですけれども、まあ、その間にね培ったショート動画での知識とかね、まあ、企画とかネタとかね、自分が生み出したオリジナルネタとかね、まあ発想とか、まあ、そういうのを、まあ、1年間ねストックしてたりとか、まあ、そういう、まあ、編集技術とか、まあ、そういう企画力とか、まあ、そういうのはもろもろねこう積み重なってた部分が、やっぱね YouTube のショートの方に、まあ、これね寄与できたと思いますので、まあ1年間ね、本当に真面目にね、誰よりも真面目に本当に1年間 TikTok ショート動画にね取り組みましたので、しかもテーマなで型だけですからね、途中猫とかに逃げようかなと思った時期もありましたけれども、まあそれは さておきね、まあ、猫はまあ、ちょっとやめとこうということで、まあ一回ちょっとこう脇道にそれかけたんですけど戻ってきましたけどね、というわけでね、撫で型テーマは撫で型、あとは何ができるかというねテーマ1本、それで、どこまで通常するかというね、まあ、挑戦を1年間やってきたわけなんですけれども、まあ、その挑戦のね結果、まあ、世界にも、認知が広がりましたよということなので、まあ
まあ、冗談じゃないけど、まあ、半分本気でね、まあ、なぜグローバルなで型計画、なで型で世界を問わろうってね、SNS 等でねこう投稿してましたけれども、いやマジでね本当に、なで型でね世界が取れる気がしてきましたので、このさっきお見せしたね世界中に広がってるなで型のデータを見ると、あこれは世界で勝負できるなっていうのはちょっと思いましたので、これちょっとね突き詰めていこうかなと思いました。はい。でまあさらにね、なで型に特化したその YouTuber とか、まあ、TikToker っていうのはまあいないんで、多分世界一のなで型の世界の一番認知がある、一番知られてる、世界で一番有名ななで型になれると思いますので、とりあえずそこを目指そうかなと思いましたね。まあ、あとはそれに付随して、いろんなまたねビジネスの可能性が広がっていくと思いますし、もしかしたら、こう数字が上がっていけばですね、もしかしたら案件等も来るかもしれませんので、まあ、いろんなね夢が広がるし世界が広がると思ってますので、まあ、今後ね、テーマは、なで型で世界を取ると、で世界一有名ななで型になるというね、なで型王に俺はなるということでね、今後も活動していきたいと思いますのでね、ちょっとねもう先月と、まあ、今月もそうですけれどもね、もう本当に鬱屈としたね、気持ちでずっとね今年はねもう本当にもう頭がもう本当にわーっとなっててね、もう鬱っぽくて、もう早く楽になりたいなっていうね、考えがもうたびたびね頭によぎるようなねこともありましたけれどもね、まあ、この収益化ね YouTube 収益化ということがね一つの、起点になりまして、また新しくねなんか夢と希望がね、を、手に入れたというかね、もうなんか新しいねなで型から翼がね生えてきたような感覚でございます。はい。まあ、改めてね、なで型にね産んでくださったね両親にね感謝しかありませんということでね、まあ、この方のおかげでね世界と渡り合っていける気がしてきましたので、本当にねただただ両親に感謝ですということですね。はい。というわけでね、まあ感動のね一日をちょっと振り返ってみましたよという動画でした。はい。というわけでねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。でグッドボタンもね、できればよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。終わります。